ありがとうございました。ただいまの演奏は、最初が山田耕作作曲赤とんぼ、2曲目が中山新平作曲砂山、続けて3曲目がベネズエラ出身のフランスで活躍した作曲家レイナルド・アーンが1910年に作曲した歌曲フローリスへ、そして最後が中山新平作曲マリと殿様。以上4曲を本日の出演者全員によるメドレーでお届けいただき、失礼いたしました、お届けいたしました。本日の先導は小島信樹さんでした。会場の皆様、今一度温かい拍手をお願いいたします。さて、皆様と共に過ごしてまいりました春宵の響き、早いもので本日最後の曲となりました。今宵最後の曲は笛、尺八、ピアノによる千年の桜です。福島県三春にある樹齢千年といわれる滝桜、2004年に作曲者である福原徹さんご自身のリサイタルで初演された作品の一部分が原型となっており、その後笛、三味線、ピアノの三重奏の曲としてたびたび演奏されましたが、2011年の東日本大震災の後、笛とピアノのデュオによりこの春宵の響きでも演奏されております。今宵はこの春宵の響きのために新たに尺八を加えたバージョンでお聴きいただきます。それでは福原徹さんの笛、善陽寺圭介さんの尺八、中川俊夫さんのピアノで千年の桜、どうぞお聴きください。